ダメか、踏みつけなかった。ちくしょう、何オクタン、痩せの力に溢れてるね。ハイドロポンプは、いや耐えた、でも耐えた。いよいよワイルドボルター危ねえな。雷の牙、いけ雷の牙、いいよいいよいいよ、だいぶ削った。あーダメか、どうだ破壊、あやって、まあ、破壊光線使えんの、うわ何お前、え強い、えげつな、うん、いいよ、よっしゃ来た、無駄によかった、オクタン捕まえた、うん、ロコンとかオクタン、オクタン、お前オクタン親分捕まえたのが1、うん、捕まえた数1、ハイドロポンプ3回見た、破壊光線、もうお前だけで1回の戦闘でお前研究レベル8上がっちゃったねまあそんなもんか、うん、アローラ地方のロコンの調査、あそういうのもあんの、うん、でどう700、あー1100か、あまあ、でももう上がるね、次これからどう変える、1回目ライに戻るよ、バネのように渦を巻いたしなやかな尻尾のポケモン捕まえて切った4ニャルマ、さあどうぞニャルマだ、まさにこれしなやかに動く尻尾、くるくると巻かれた尻尾の立体感、この葉が舞うように不規則で相手翻弄するような動き、なんて素晴らしい感動を覚えてる、尻尾のだにゃーにゃい、驚いてね、あー声も可愛い、僕に心を許してくれたのかな、うー本当、どうしようポケモンは怖いけれど、このことなら一緒に暮らしても、あれ引っかかれた、うわー引っかかれた、僕にはまだ早すぎるのか、いやもうお前がうるさいんじゃないか、にゃいツンデレなんだよこの子は、あ可愛い、ニャルマを尻尾を見せてくれてありがとう、よし君と相棒のように、僕もいつか尻尾のポケモンと仲良しな環境を築くぞ、あ達成したぜ、あー頑張りのジャリアすっげえ嬉しい、ありがとう、おお峠クイーンを沈めた調査隊が何のようだ、まあこれこれこういうわけがあってね、何大祭の構造が、一度ならず二度までも逆を通して交渉するなど、ふぬけたやつだ、ただでさえバリバリもが手に入らなくて頭に来てるのに、頭に来すぎだなあんた、もう少し眉間のシワ取った方がいいぞ、同じバリバリもを持っているのか、三つでいいからあげてくれんか、いいよどうぞ、うんあげる、ヒューガ先生はバリバリも3個渡した、群青の海岸といえばバリバリも、よく浜に打ち上がってる海藻でな、ポケモンを払う道具、バリバリ玉の材料、そうなんだバリバリ玉の、お前さんの顔に免じて大祭に新商品を下ろしておこう、あよかったありがとう、バリバリ玉も欲しいな、お客さんのおかげで製造体から新しい品が入ったよ、お客さんには迷惑をかけてるし、そろそろ沸かしたいんだけど、何はともあれいい品が入った、ぜひ買っててくれ、ありがとう、何くれんの、あ、新商品が増えた、あらやっとヘビーボール、さあお前を捕まえ、あ、来たんじゃないこれ、やったカービゴン仲間、やったようやくだよ27、ナイス、やったぜ、頑張りの砂も落とした、やったカービゴン仲間にしたぜ、あいつようやく、かなり時間かけてあいつ仲間にしたな、やったぜミジュナ、来た、よし来た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 、いいんじゃねいいんじゃねいいんじゃね、おいどうや、あ来た、やったぜバリアードさん、バリアードさん仲間にしたな、やったぜ、アギトの巨人かな、アギトの巨人なんかな、バリアードさん絶対俺の方見えたと思うんだけど、今一瞬見えてなかったのかな、あこれでいこう、ヘビーボール、えい怖っ、うん、これは仲間になったでしょうよ、ええー、うっそ、じゃあお前倒す、えてっ、逃げ出しちゃったよ、いもうちょっと探索したかったんだけどね、もうちょっと探索したかったんだけどさ、あいた、アンさんや、アンさんちょっと会いたかったんや、でどこに行ったのって言ってるけど、何どうしたん、こんにちは、
どうしたの？そこのあなた、なんだね、カエさん。建築隊のヨリイチさん見ませんで、建築隊のヨリイチさん。誰？もう、どこ行ったんでしょう。よければ人探しを手伝ってくれません？この席に待ってます。都合がついたら来てください。都合がついたら、都合がついたら、え？どこ行ったん？都合がついたら、え？あ、じゃあまだ都合ついてないのかな。一旦あれか、会いに行かないといけないのかな。あ、お前なんでここにいんの？俺の行く先々で。あら、ヒューガさん。あ、間違えた、ヒューガセウスさん。こんなところでお会いするとは。自分はですね、プレートを探してる。プレートを割と見つけたぞ俺。ヒューガセウスさんのプレート集めは順調ですか？まあ割とそれなりには。ご謙遜を、すでに4枚もお持ちではないですか。お前プレート求めてなんかうさんくせんだよなこいつ。荒ぶるキングを倒しては得て、ポケモンに乗れるようになってはプレートを手に入れているのですね。そうだね、あなたの集め方はなぜだか古代の英雄を想起させます。神王様と戦ったとされる古代の英雄。古代の英雄、不思議なのですよね。古代の英雄に従ったとされる10匹のポケモンたちは神王様から力を得たとされるものなのに、なんだよね。なぜ古代の英雄と共に神王様に挑んだのか。神王様ってのがもともといい存在とは限んねえのかってこた。全てのプレートが集まれば謎は解けるのでしょうか。ではお互い張り切ってプレートを集めるとしましょう。お前の目的なんなん、ウォロは。でも無理はなさらないでくださいね。お得意様を失いたくはないので。待って、目的を知らねえよなあいつ。ただやろうとしてることはかなりぶっ飛んでるけどね。何なんだろうなウォロって。まあ、ここに立ち寄ったってことはそうだよね、ここのキングによかったんだな。お客様、今出ますのでしばしお待ちくださいませ。なんだね、うん、どうしたんだろう。あ、どうも。あー、おっちゃん的な人か。なんだね、うん、かなりごつい人だった。僕、金剛団の鈴木と申しますか。申しますが、なんだ、なんか垂れ目に垂れ眉に、このガタイになんか怪しさを感じてしまう。なんだろう、怪しさを感じてしまう。神凪の笛をお持ちの銀河団、ヒューガセウスさんですよね。僕何か粗相しましたか。いや、あ、ごめんなさい、疑って申し訳ない。あれだね、自信のなさがそういう風に顔面に現れちゃってるだけだよな。粗相はしてないんですけどね、別に。あ、灯火あった、今向こうに。いきなりの訪問は真の像に悪いのでおよしください。いや、でもそうは申しましてもよ、本当の目的は何でしょう。偉大と乗りたい、今すぐ。しふき島に行かれる。それでしたら偉大とに認めてもらえるよう鉱物を用意すればよろしいかと。鉱物なんだね。ただ調理がちょっとばかりというか、かなり大変と言いますか、はっきり言って無理というか。無理とは決めつけんな。なんだね、なんだね、何が無理なんだい。教えますよ。材料は僕が持っていますが、もう一つが僕には絶対無理でして、夜に捕まえるべきポケモンがおります。あー、幽霊とかか。どのポケモンよ、教えろ今すぐ。聞くのですか。もしかして命知らずですか。あのな、前に進まずして何とするよ。まずは進んでみなきゃ分かんねえだろ。進むも下がるも自分次第や。まずは命をかけないと意味がねえだろうがい。そういうことさ、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 さま、何？あ、サマヨールです。ああ、口にするのも恐ろしい。あ、サマヨールか。材料サマヨールの悪の波動で味付けする。これが偉大と好みの餌を作る調理法なのです。
わかりました。やりますよ。任せてくださいよ。銀河団の方、怖いもの知らずすぎて僕が怖くなっちゃいますよ。お前そのガタイでそれはねえよ。さま、なんとかは夜お化け笑あたりをうるすく一つ目のポケモンです。ああ向こうの方だ。お化け笑は地図で見れば手のような場所、ナパ線が目印です。ああ怖すぎて帰ってほしい。さま、なんとかに詳しい僕。あれ、あの、分かったけど待って、悪の波動つった。あの、さで始まってルーで終わるポケモンお連れですか。あの、さで始まってルーで終わるポケモンはお持ちです。ないですね。待って、悪の波動で味付けした悪の波動持ってるやつどこにいんねん。え、待って、あ、確かに手の形になってる。ここにいるってこと。あ、お化け笑って書いてるわ。落とし物もついでに取りに行くけど、ふい、よし来た。どうや、お前だよな。え、こいつだよね。やべえ、ちくしょう、いけ、お前だよな、お前だよな、お前で合ってるよな。サマヨールだ、いた、こいつだ、こいつだ。で、待って、こいつさ普通に捕まえらんないってことでしょ。催眠術かけて、え、だってあの悪の波動やんないといけないでしょ。悪の波動をやった上で捕まえないといけないわけだもんね、多分。悪の波動、あれでもそういうことじゃないのかな、普通に捕まえられんのかな。とりあえず、あ、間違えた。ハイパーボールでいけ、ハイパーボールでいっちゃえ、ハイパーボール、どうや、お、来た、やったぜ、捕まえた。あ、で、こいつ捕まえちまえばもう OK だもんね。あの、不安定ちゃんちょっとやめてくんないかな。あの、さて始まってルーで悪いポケモンお連れですか。あーっと、牧場にはいるけどね。あ、いた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 、こいつだよ。で、悪の波動もちゃんと持ってるからな。どうぞ、うん、あげる。あ、お連れですね。あー、出さないで。あ、わかりました、わかりました。イライトに乗り、日吹島に行くという思い、僕も答えましょう。ありがとうございます。いつもはガラナさんのガーディに手伝っていただくのですが、ガラナさんのね、今回はヒュガセウスさんが認めていただくための調理です。僕が合図をしたら、さで始まってるで終わるポケモンに悪の波動を指示してください。うん、え、どんな、あ、で、お前こんな近場にいて大丈夫。さ、3、2、あー、やっぱ怖いです。いやー、もうやらせろやらせろ。怒りますよあた怒りますよ本当に。はい、数えてると怖さが募ります。いや、そんなあのお岩さん的なあれじゃないんだから、1枚2枚じゃないんだから。ですので次は同時にしましょう。うん、うん、深呼吸大事だよ。いきます。よっしゃ、おお、悪の波動どうだ。あ、あたりにかぐわしい香りが漂い、イダイ島の鉱物が出来上がった。やったぜ。あ、イダイ島団子を手に入れた。うん、で、ライトポケモン、イダイ島の鉱物、変わった手段で集めた材料を変わった手段で調理して、ん、変わった手段で集めた材料、お、香りといい、形といい、最高のイダイ島団子ですね。では、イダイ島が待つイチョウの浜辺に参るとしましょう。参るとしましょうか。で、イチョウの浜辺ってどこだっけ。あ、そっちな。イダイ島をお連れくださいませ。ヒュガさん、お待ちしておりました。おう、で、うん、あれ使えば来ると。あ、ガランだ。鈴木様。うん、あ、アタも来たんだね、ガーディーたち。ガランナさん、二人で会うのはまずいのでは。あー、え、あ、そっか、ヒュガセス様でしたら大丈夫でしょう。それに私もガーディーたちもイダイト様に会いたくなりましたの。あー、会えばまた何か変わったりとかするのかな。そうですか、ではイダイトを呼びますね。うん、まあ、ゴーストタイプ苦手なんだな。あ、あ、みんな音色が同じなんだよな。っていうのはやっぱりその昔の英雄ってのが大きく関わってたりすんのかな。ああ、
おっと、え、何、え、え、何が出てきたん、え、うわ、サカシマス的なやつ、バシャララあ、バス、バスラオか、バスラオ。ささ、シュガーセウスさん、そちらにて偉大塔に団子を。なんか、荒くれそうじゃない、大丈夫、また戦いそうじゃない、あれ、あ、シュガーセウスは偉大塔、偉大塔団子を投げ込んだ、投げ込んだ、ほう、バシャラー、バシャラーですって。ん、これは偉大塔様、ん、いやいや、よかった、偉大塔が出てこなかったらどうしようかと案じていました。そんなこともある、うん、シュガーセウスさん、偉大塔に旋律をお聞かせください。こんな豪雨で聞こえるかわかんないが行ってみようか。めっちゃ大雨だけどね。ガーディーたち大丈夫、ペルルルルン、ペルルルルン、どうだ、うん、覚えた、あ、偉大塔はシュガーセウスの旋律を、あー、ここに刻んだ、うん、やったぜ、あ、これでも俺溺れることないんじゃない、あー、雫プレート受け取った、ウォロー、一歩先進んじゃったぜ俺、うん、水タイプの石板、あるポケモンに使うと水の力を得る、あるポケモンに使う、どのポケモンに使う、あれかな、オーガポンみたいな感じで持たせるとタイプが変わるみたいなやつかな。ヒュガセウスさん、偉大塔に乗り、静かな内海を越えて、あ、うん、違うのか、うん、偉大塔に乗り静かな内海を越え、日吹島に渡れるようになりましたね。ガルルア、ガルルア、うん、ヒュガセウス様、おめでとうございます。これな、あ、なんかこの感じがやっぱ似てるな、なんかね、ガラナさん、うん、なんだね、先代のキングがガーディを助けた話しました、うん、そうだね、しましたね、そうだね、あの時私も鈴木様と偉大塔様に命を救っていただいたのです。あ、そうだったんだ。ですから鈴木様のことをお慕いも、あ、そうだったんだ、待って、ごめんね、今画面かくついたけど、お慕い申し上げているのです。ですが、うわ、私は後ろ指を刺されている身、鈴木様に迷惑をかけぬため表立って会わぬように、ああ、うわ、そういうことだったんだ、ああ、ガラナさんをお助けしたのは人として当然のこと、なんだよお前、あんな怖がりなのにすげえ男前じゃねえか、なんだよ、鈴木様の見せてくださった勇気、そのおかげで私はガーディをキングにせぬまま守る勇気を得たのです。はあ、そっか、この話はよしましょう、ムズが言うのかなそっか、くぬ、それくぬんだぜ、まあ、そっか、あ、いやお前なんでこのタイミングで、時分けと呼ばれる松のようにいつまでも若く美しい長女のお松、枯れるどころか次々と新芽を咲かせ繁栄を体現する次女おたけ、寒い冬に春の訪れを知らせる可憐にして気高さの象徴、三女のお梅、いやだからちょっとポーズ変えた方がいいんじゃない、特に横二人、玄関の翡翠地方にしっかと名前を根付かせてみせましょう、野党三姉妹松竹梅、あんたのガーディをいただくよ、いや何もんよお前ら、私の相棒、冗談は名乗りだけにしておきなさい、ね、本当よめっちゃ煽ってんやん、そうです、うん、どうする、ゲンガやっちまえな、ゲンガ、うわいた、待て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 、そうはさせねえぜ、バウバウバー、お前待って、うわ、はあ、奪われた、しかもそっちかい、あー気づかなかったんだあいつらは、そっか、ガーディーいただき、私たちが生きづらいのは今後信じといたせせこましい集団のせい、広い翡翠で好きに生きていくため強いポケモンを従えてみせるのさ、
でもそうやって強引にやるのはよくねえんじゃねえか。いただいたガーディ強くしてやるよ。というかキングにしてやるからね。いやできねえんじゃねえの。さてと戻りましょう。誰も来ない熱い場所だって本物のキングの後釜はそっちだもんな。うーわあいつら、え、どうすんだよこれ。うわあ、ガーディ、うわちょっと、え、どうすんの。あいつらの拠点もどこがなのか全くわかんねえもんな今。ユガセスさん、どうしましょう。大変ですよ、大変ですよね。そうだな、あの僕相棒を戦わせたこともなくて。うわ、そっか。ユガセス様、どうかお願いでございます。あの子、私の大事なポケモン、どうかお救いくださいま。いや、いいよ、任しとけよ。あの方たち、誰も来ない場所に戻ると。群青の海岸で誰も行かないのは、やはり、幽霊とか言ってたのって、あのゲンガーか。今のあなたでしたら、イライトと共に島に渡れます。どうか彼女の頼みを聞いてください。わかりましたよ。うん。断る理由なんかなんもねえよ。ありがとうございます。ありがとうございます。私どもも日吹島に向かいますので。うん。いえいえ、ガラナ様、残されたガーディーと共にこちらでお待ちください、とはいえ雷ばかりで野党のいる島に行くのは。ヒューガセスさん、行きましょう。行くしかありません。そうだよな、ただ無理だけはすんなよ。偉大とはですね、水上で跳躍できんの。しかも2回連続で。何、さらにイライトに乗ったまま道具を投げ、ヒガセスさんであればボールを投げたりしてポケモンを捕まえるのですかね。ああですかね、そうだね。とはいえ5枚のものは怖いです。ヒガセスさん、大きにどうぞ。おお、大丈夫だよ。あ、ライトポケモンイライトを呼び出し水上移動ができるだった。 A ボタンを押すと水上移動できる。あー、水に浮かんでいるときに。うん、偉大とライド中は物を投げることができる。うん、さらにジャンプをしている間はゆっくりと。何それ。あ、操作まだ難しそう。何、こうやって水に浮かんでるときに、まあ、これ浮かんでんの。あ、で偉大とを呼べると。はあ、なるほど。でダッシュ、なるほどね。これでダッシュできてジャンプが2回できると。で、あ、こういうこと。めっちゃ消えてくな。あー、なるほどね、こういう風にできるんだね。あ、でまだここの状態でやらない方がいいのか。待てよ、一旦ちょっとほっつき歩こう。すげえな。ほい、でこの状態で投げられると。うわー、めっちゃ外してる。めっちゃ外してるよ。やばい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 、逃げろーい、逃げろーい。ほい、でこうなるとどうなるの。あ、こうなると普通に戻るんだね。なるほどね。鉄のかけらちょうだい。あ、てかあれか、ここら辺降りなくてもよかったのか。よいしょ。で呼び出せる上に、あー、てかミノカロスもできるんだよな、これ捕まえるとあいつら。なるほどな。ふっ、でここで投げればいいと。ちょっと待って、マジでむずくね。待って待って、だってさあ、いねえ、あいつどこ行った。ちくしょう、投げらんねえじゃねえか。やばいやばいやばい、待ってこれむずくね。待って、いねえ、待って、どこにもいねえ。あいつらどこ行きやがった。うわー、難しいよこれ。待ってね、飛びながら投げるのめっちゃむずくない？